おとといの午前4時半過ぎ、岩倉市のマンションの駐車場を映した防犯カメラの映像です。駐車場に面した道路に1台の白い車がバックして止まりました。車から2人が降りてくると、駐車場に停められていた車に近づきます。時折、懐中電灯のような光が見えます。様子を伺っているのか、 一人が数秒間立っていましたが、乗ってきた車に戻ると。駐車場に止めてあった車のライトが突然点滅。その後、一人が車を発進させると、最初にやってきた車も後を追うように走り去りました。わずか三分ほどで、車が盗まれたのです。あ、盗まれたんだなっていう。ただ、それだけの感情しかなかったんですけど。 見てる最中から怒りがふつふつとあと悲しみと寂しさと湧いてきました被害に遭った男性によりますと盗まれたのはスポーツタイプのプリウスで購入価格はおよそ380万円7年間ほぼ毎日乗っていた大事な愛車でしたなかなかないというよりも 出てこない車なんで、やっぱり思い出が強いんで、同じものを返ししてほしいです。警察は、窃盗の疑いで捜査を進めるとともに、ハンドルやタイヤをロックするなど、二重の防犯対策を呼びかけています。